玲子と京子を和解させるために花子が死んだ。最後の命をきらめかせるようにして訴えた花子の叫び、それはまさしく祈りであった。祈りは玲子の胸を打ち、かたくなな京子の心を押し広げ、光を差し込んだ。出てるわ。何が無実ですか、何が疑惑ですか。あきれて物も言えないわ。あ、すみません、関東日報のものですが、3年前のですね、ゴルフ場殺人事件に関して丸本社長にインタビューをお願いしたいんですが。奥様、主人はニューヨークに出張しておりまして、2週間ほど帰ってまいります。3年前の事件に疑惑があるとか、上島雄平が無実だなど、とんでもない話です。私の兄玲一郎を殺したのは上島雄平です。それ以外に犯人はおりません。お帰りください。やだわ、週刊誌の記者が退去して丸本家に押しかけてくるなんて、どんなスキャンダルをでっち上げられるか分かったもんじゃないわ。玲子よ、玲子を野放しにしておくからこんなことになるんですよ。奥様、玲子でしたら私何が。お黙んなさい。検事なんか少しも役に立つもんですか。役に立ってたらこんなことにはなりませんよ。誰も当てになどできやしない。こうなったら私が動くしかないわね。奥様、ニューヨークにいる旦那様に相談された方が。いえ、その必要はありません。私はもう玲子が好き勝手に生きてるのが1分1秒だって我慢できないの。冬子さん、あなたが玲子を始末なさい。まさか私たちから受けた恩を忘れたわけじゃないでしょうね。いいえ奥様。だったら引き受けてくれればね。はい奥様。どんな手段を取っても構わないから、玲子が二度と世間に出られないようにしておやり。どんなことがあっても丸本家の名前を出してはいけませんよ。はい。玲子も京子も死んでしまえばいい。あんな不良少女生きてる価値なんてあるもんですか。高村さん、高村さん、3年前のゴルフ場殺人事件の件でお話を伺いしたいんですが、高村さんは丸本理一郎氏が上島雄平に殺害された時一緒にプレーなさってましたよね。それあるね、失礼ですよ。犯人上島雄平の娘が父の無実を当局に訴えたというんですが、高倉さんはどうお考えですか。上島雄平無実説に信憑性はあるんですか。高倉さんは当時犯人は上島雄平であると証言してますよね。ノーコメントということはないでしょう。3年前の事件に関連して18歳の少女が一人死んでるんですよ。高倉さん、待ってくださいよ。犯人罪暴殺業事犯人出るな、冬子。奥様の命令なのよ、断るなんてできないわ。兄さん、私一人でやるわ。一人で。兄さんは手を出さないで。大丈夫よ、玲子なんて私から見ればほんの小娘よ。
玲子を甘く見ると怪我をするぞ、冬子。大丈夫よ、兄さん。私には私の考えがあるわ。気をつけるんだぞ。こんなことになるなら、あなたがお店を辞めるって言った時、どんなことしてでも引き止めるべきだったわ。私はあなたが歌手になるのとばっかり。花子さん、許してね。どうぞどうぞ安らか。どうして死んじまったんだよ。玲子のプロゴルファー姿を絶対に見るんだってあんなに言ってたじゃないか。バカ野郎、バカ野郎だよ。お花、お花の気持ちは私たちみんな分かってたよ。分かってたけど、まさか死ぬなんて思ってないじゃないか。死ぬなんてさ。お花、私はあんたは幸せだったと思うよ。そりゃずっとガキの時から苦労のしっぱなしでさ、いい思いなんてしなかったと思うけど、あんたはさ、この世で二人も、玲子と京子の二人も命を懸けられる人間に会ったじゃんよ。そんな人間めったにいないよ。信じられねえよ。あんたのように他人のために命を投げ出す人間が本当にいるんだよな。高倉さん、高倉さんがどうしてお花のために。高倉さん、お花の死を無駄にしないためにも、お父さんのことで本当のことを話してください。お願いします。高倉さん、本当のことを話してください。このお金は私の志です。花子さんのために役立ててください。この世に生を受けた玲子、祈ること書いて玲子。今玲子は神に何を祈るか。
花ちゃんには歌手になりたいという夢がありました。でも花ちゃんはその夢を捨ててまでレイちゃんと京子さんの幸せを祈り続け死んでしまったんです。それは花ちゃんがこの世で誰よりもレイちゃんと京子さんのことを好きだったからだ。レイちゃん、京子さん、君たちには花ちゃんの死を無駄にしてほしくない。無駄になんかしないわ。私は一生かけてお花の祈りを果たしていくわ。一生お花と共に生きるわ。私も同じよ。私の愚かさがお花を殺してしまった。私は一生お花の死を引きずって生きていくわ。玲子、私はまだ私の父を殺したのは上島雄平だと信じてるけど、お花の遺言を守ってお互い腹の中をぶち破って話そうじゃないか。いいわ。私は京子さんと話し合う機会を待っていたの。お花が命を捨ててまで作ってくれたんだもの。何もかも話しましょう。私の方から話さなければならないね。みんなも聞いて。彩子さん、あなたには耳の痛いことも話さなければならないけれど、聞いてくれるわね。いいわ。でも私の知る事実と違ったら私にも話す機会を与えてほしいわ。それはあなたの自由よ。まず私がママ母を殺して少年院に送られたあたりから話そうじゃないか。私と彩子さんはいとこ同士。私たちの祖父丸本誠一郎が丸本物産を起こし、祖父亡き後は長く祖父を補佐してきた人が二代目社長となり、私の父李一郎の成長を待って三代目を譲ることになってた。当時父は副社長、長尾清を名乗っていた彩子さんの父長尾健三が専務だった。私が小さい時母が病気で亡くなり、私は父と二人っきりだった。私の父李一郎は厳格な人で短気なところもあったけど、私には本当に優しい父親だった。ナイスショット。中学生でこれだけのボールが打てるんだから京子はゴルフの天才だ。どうだ京子、プロゴルファーになれ。でもお父様、私がプロゴルファーになったらお父様の後継者がいなくなるわよ。私の後継者なら心配はいらんさ。京子に立派なお婿さんを迎えれば済むことだ。どうだ京子、プロゴルファーになれ。世界に羽ばたくような超一流のプロゴルファーになるんだ。世界に羽ばたくような。そうだよ京子、お前ならきっとなれる。お前は私の夢の少女だ。お父さんの夢を叶えてくれる夢の少女なんだ。私はお父様の夢の少女。あの頃私は本当に幸せだった。父は私がプロゴルファーになるのを夢見、私は父の夢を果たすことにほんの少しも疑ってもみなかった。同じだわ。私の父の夢も私がプロゴルファーになることだった。よし、その調子だ。自分で言うのも変だけど、その頃の私は人を疑うことなんて知らなかったし純粋だったと思う。そうね、中学1年生の頃のあなたは本当に純粋で愛くるしい少女だったわ。私はあなたのこと本当の妹のように思ってたもの。
でも中学2年生の頃からあなたはすっかり変わってしまったわ。ええ、変わったわ。でも私が変わったのはあなたの父長尾健三があの女を連れてきたからよ。おじさまいらっしゃい。ね、こんばんは。もう紹介しよう。君のお父さんもご存知のね、私の師匠してる今井美樹さん、兄の一人娘の京子。今井美樹です。京子さんはゴルフの天才少女なんですってね。お噂はいつも伺っていますわ。ああ、いらっしゃい。あ、どうぞ。私はその時今井美樹という女性に邪悪なものを感じて慄然としていた。その女性が父の最高の相手だった。その時は何もわからぬまま、ただ不安だけが広がっていた。私の予感は的中した。はい、いらないわ。京子、わがまま言うんじゃない。美樹はお前の健康に気を使ってくれてるんだ。お母様の気持ちがわからんのか。あなた、そりゃ確かに私の心の中には父を取られたくないという嫉妬があった。だがそれだけではなかった。新しい母は父のいる前では優しく潤まってはいたが、一旦父が出社すると。嫌な子ね、あなたは。この野菜拾いなさい。拾いなさいって言ってんのよ。私の作ったものが食べられないとでも言うの？どうなの？私が我慢できなかったのは、私が母の形見として大切に保存していた衣装や宝石類をまるで自分のもののように自由にしようとしていることだった。やめてください。これは母の形見なんです。勝手に触れないでください。うるさいわね。私のしていることは全て主人の許しを得てやっていることなのよ。これは全て私が亡くなった母から譲り受けたものよ。あなたのものではないわ。黙り。私はあなたの母よ。丸本家の女主人は私なの。この家で私の自由にならないものは何もないわ。私に反抗ばかりして嫌な子なんだから。ただいま。おい、お客さんだぞ。お父様。京子、どうしたんだその顔は。お母様が、お母様が私。美樹が？美樹、本当なのか？私がそんなことするはずがないじゃありませんか。京子さんが私を困らせようと思って自分でやったんです。あなた、私がこの家にいて京子さんが辛い思いをする、私おいとまを願いたいと思います。待ちなさい京子、いい加減にしないか。丸本家の娘ともあろう者が恥ずかしい真似をするんじゃない。今すぐ顔を洗ってください。兄さん、この年頃の娘というのはすっとんきょうのことをするもんですな。ミキ、彩子さん、京子さんが顔を落とすのを手伝ってあげなさい。京子さん、行きましょう。どんなに私が母の日を伝えても父は分かってくれようとはしなかった。無理もないわ。父や客の前で母は私などが太刀打ちできないしたたかさで完璧な剣婦人を演じてたのよ。非は全て私にある。誰もがそう思ってた。彩子さん、あなたもそうでしょ。でも私は母の正体を見てしまった。私は新しい母と長尾健三の正体を見てしまったの。もうたくさんよ彩子。この傷が
何のためにできたと思ってるんだい。当時私は学校をサボる癖がついていてね。その日も父の出前、一旦家を出たものの2、3時間外でブラブラして家に戻った。母はデパートに買い物に行ってると思ってたんだ。現社長がどうにもならん石頭で創業者の番頭をやっとっただけに、後継社長に李一郎と一時に思い込んどるんだよ。李一郎なんかに商売の才覚があるわけない。あんな奴が社長になったら丸本物産は潰されてしまう。だが私が社長になったらね、丸本物産を世界一流の企業に育ててみせる。どうするつもりですか。君の協力がいるんだ。協力がね。それから数日後の日曜日、父の誕生パーティーが我が家で行われた。私は母と長尾が父をどうしようとするのかが不安で、ただただ父を守ろうとして気が気でなかった。悪巧みは会社の重役や幹部社員たちが大勢いる中で公然と実行された。皆様ご紹介します。私がゴルフのレッスンを受けています、プロゴルファーの時田慎介さんです。時田さんには私が無理にお頼みしてゴルフの曲打ちをご披露してもらうことになっていますので、どうぞお楽しみください。あなた、もっと近くで拝見しましょう。ああ、計算され尽くした曲打ちの技で間違いなく父を狙ったものだった。手元が狂ったということにして罪を時田という男一人にかぶせる母と長尾の陰謀だったのよ。京子、京子、しっかりしろ。奇跡的に命を取り戻した私は母をどうしても許すことができなかった。退院すると私は不良少女に姿を変えてミキを襲った。父を救うためにも私は私なりに考えて罪をかぶる覚悟だった。本当の恐怖というものは五体が引き裂かれるほど痛いものだよ。人を殺す恐怖というやつがそれさ。小さい時から体の中で温めてきた夢や希望が粉々に砕け散って全く別の人間になっちまうんだ。嘘よ、
嘘だわ。私の父がそんなことするはずがないわ。見たまま感じたまま話しただけさ。嘘だと思うなら後で父親から確かめてごらんよ。それからの私はお花から話を聞いたと思うよ。私は少年刑務所の中で父の死を知らされた。ゴルフ場のいさかいでプロゴルファー上島雄平に殺されたと。待って、今度は私が話をするわ。私も京子さんと同じようにお父さんが大好きだった。だからお父さんが人を殺したと知らされた時はそれこそ身も心も引きちぎられるように悲しかったよ。信じていたお父さんに裏切られた。それが何よりも辛くて私は自分の意志で飛行の世界に走ったんだ。さっき時田新助という男の話をしたよね。ああ、私の胸に傷を作った男さ。父から散々怒られた後どこへともなく姿をくらましちまった。おそらく三木と健三に金をつかまされて言い含められていたんだろうね。その時田が3年前の事件の真相を知っていたんだ。ペイちゃん、あんたの親父、ねえ、無実だ。父は無実だと確かにそう言った。死ぬ間際の男が嘘をつくはずがない。私は時田の言葉を信じた。お父さんの無実を晴らす決定的なものは何も掴んではいないけど、私は今私の父も京子さんのお父様も恐ろしい悪だくみの犠牲になったと思ってるんだ。京子さん、私の話を信じて。お花が信じた人間だもの、私は玲子を信じる。私ももう一度事件を調べ直してみるわ。もし玲子の言う通りだったら私は必ず真犯人を見つけ出すわ。父に会って確かめてまいります。トール。母さん、もう少し俺に時間をくれ。これだけは言っておくよ。俺は父さんと母さんの子だ。父さんの事件を玲子一人に任せる気はないよ。これからは俺が玲子の盾になる。玲子から片時も目を離さずに俺が玲子を守る。トール、お前、京子さん、これからどうするつもりなの？初七日が済むまで私はお花と一緒に暮らすつもりよ。行動を起こすのはその後。玲子は？お花のためにも養成所に戻って練習を続けるわ。京子さん、私の父もあなたのお父様も私たちがプロゴルファーになる日を夢見て死んでしまった。私たちまだその夢を果たしてはいないわ。玲子、さっきも話したわ。人を殺した瞬間に私の夢は砕けてしまったわ。私の夢は玲子、あなたが果たして。京子さん、次に会う時までに
私も事件のことを洗い直しておくわ。ええ、京子さん、それじゃ。グッドラック。あなたもグッドラック。レイちゃん、僕は事務所の人に挨拶してくるよ。はい。お花、お花、私を守ってね。お願いだよ。お花、あんたが叶えられなかった夢、京子が果たせなかった夢、きっと私が。そうはさせないよ。親友が死んだそうだね。お前が責任を感じて自殺したとしても誰も不思議には思わないよ。
じいさん。ふゆこ、ふゆこ、しっかりしろ、ふゆこ。川のホテルにゴルフ部時代の親友がいるんだ。気のいいやつだから訳を話せば面倒を見てくれると思う。いうやつはな、隠そうとしてあがけばあがくほど外へ出るもんだ。何？君がバカなことをするんじゃないかと思って来てみれば案の定だ。玲子のことは丸本社長が帰国してから指示を仰ぎたまえ。それまではくれぐれも愚かな真似はしないことだ。賢三が戻るまで連絡を待ちなさい。いいこと？きっとそうしてよ。恐ろしい女、玲子、恐ろしい女よ。え？鬼怒川に？養成所に戻ったんじゃなかったの？玲子！お母さん、心配しないで。私なら大丈夫だから。切るわよ。もしもし、レイコ。無事でいてよ、レイコ。レイちゃん、まだ泣いてるのか。だってまた私のために人が死んでしまったわ。あの人、丸本家でお手伝いをしていた冬子さんという人に間違いないわ。
丸本に命令されて。それを思うとあの人が気の毒で。丸本家も悪あがきを始めたようだ。あの人が死んだのも麗ちゃんのせいじゃない。丸本家の犠牲になったんだ。麗ちゃん、もう泣くな。雄平おじさんの真相が明らかになるまではもっともっと辛いことが待ってるぞ。麗ちゃん、電話で連絡はしてあるんだけど。野上、待っていたぞ。よく来たな。お、高木。お、玲子さんだ。玲子です。高木です。野上とはゴルフ部以来の親友でしてね。よろしく。野上、上に部屋を取って。すまんな。深夜の親友の行為によって鬼怒川のホテルに宿泊した玲子は辺りの景色に新鮮な喜びを味わっていた。修羅の旅を続ける玲子にはそれが束の間の喜びでしかないことは分かっていたが、人の行為が嬉しくて何よりも深夜と共にいることに至上の喜びを感じていたのである。玲子は今数々の忌まわしい思い出との決別のため日本の秘境鬼怒川峡谷に身を寄せています。厳しい自然の中、高倉プロの指導を受けてひたすらスイングの矯正に打ち込む玲子。ほのかに揺れるろうそくの炎のように私の未来はか細いものなのでしょうか。その不吉な予感が大崎紗友子の運命を狂わそうとしているのです。次回プロゴルファー玲子、お楽しみに。